はい、不動産、キニア不動産の立岡です。成功の秘訣その5ですかね。はい、今日はですね、販売をした結果、売り主さん、あ、買い手さんから申し込みが入りましたと。この金額で買いたいですよという、入ってきた時の価格交渉に応じるかどうかっていう話、どこまで応じるかっていうところの話です。で、今出してる金額100%満額で決まればそんなにありがたいことはないんですけれども、今の買い手さんというか、今の不動産売買において金額交渉が全く入ってこないっていうことはおそらくないと思います。これが一度に複数のお客さんが来るような、買いたいって言ってくるような超人気物件っていうのであれば全く話は別なんですけども、そうじゃない物件、がほとんどの中で全く価格交渉がない、ありえないっていうのは、おそらくないと思います。そうなった時に、じゃあその入ってきた価格で交渉を受けるか受けないかっていうのはどこで判断つけるかっていうと、やはりこれは最初の査定の段階で、このじゃあ物件が本来本当に売れるべき金額がいくらなのかっていうのを売り主さんがちゃんと理解しておくことなんですね。これを理解しないで販売を進めてしまうと、入ってきた金額がすごくいい条件だったとしても、いやいや、もっと高い金額で売れるはずだということで、そのお客さんを逃がしてしまう可能性があるんですよね。なので、まずはその査定の金額を十分理解しておくというのが重要です。で、もちろん販売にかけられる時間、どのくらいかけられるかによってその交渉を受けるか受けないかっていうのも決まってきます。例えば販売にかけられる期間が3ヶ月しかないとします。で、1ヶ月して、1ヶ月後に5680万で出してた物件が1ヶ月後に5480万で申し込みが入ってきましたと。じゃあこの金額受けるか受けませんかという話なんですけども、3ヶ月しかかけられない中で1ヶ月後に入ってきた金額、これどうするかっていう非常に難しい問題だと思うんですけども、じゃあこの仮にこの金額のお客さんを、今は契約しないで、もっと次に来る5580万のお客さんが来るのを待つかどうかっていうところなんですね。で、これはもう非常にリスキーな考え方で、これが1年間かけられるというので、販売にかけられるというのはまた別なんですけども、3ヶ月かしかかけられない段階で、状況で1ヶ月後に入ってきた5480万で受けるか受けないかっていう判断をつけるのは非常に難しくて、じゃあそれをどういうふうに納得して受けるかって言ったら、最初の段階でこの5680万っていう値付けした金額自体がどうなのかっていうものを理解しておく必要があるんですね。5680万っていうのは、例えば本来売れる物件、売りにあの不動産業者さんから査定を受けた金額、不動産業者が査定する金額っていうのは、3ヶ月以内に8割9割の確率で売れる金額、これが一般的には査定金額と言われているものなんですけども、これが不動産会社さんが査定する金額が5480万だとします。これがそこの金額とします。査定なので、あくまで予想です。なので、絶対この金額で売れるっていうわけではないんですけども、この金額であれ、あれば8割9割の高い確率で売れる金額でしょうと。これの金額を売り主さんが理解しておくか、おかないかによって、この金額を受けるか受けないかっていうふうに決まってきます。で、8割9割の金額で売れる価格が5480万だと売り主さんが認識していれば、入ってきた5480万っていうのは、予想通りなんだなということになります。で、じゃあなんで5680万で出したかといったら、最初なんでちょっと欲張ってみようかとか、本来はこの金額なんだけども、少し出し始めだから最初の1ヶ月間ぐらいは5680万でやってみたらどうですかということで出した金額だったとするので、じゃあ5680万で出して入ってきた5480万、相場通りなんで、じゃあこれは決めましょうかという話になるんですけども、この金額を理解していない状態で
不動産会社さんの査定がですね、まあ、5680万で売れるでしょうと、まあここの金額を理解しないというか、まあ、売り主さんも理解しない、不動産業者も、まあ、あんまりそこら辺の曖昧にして、少しでも高い金額を言って売り主さんに喜んでもらおうとして言った金額が5680万です。おお、じゃあ5680万、いい金額だねと。じゃあこの金額で売るんだったらじゃあ売るよという話になって販売するわけですけども、売り主さんはこの5480万で8割9割で売れる金額だっていう認識を持ってないわけですから、5680万で売れると思ってるわけです。そう思ってる前提で5480万がピョンと入ってきたら、なんで5680万で売れないじゃん、安くなっちゃったなと。まあ、安くなるんだったら、じゃあ5680万で売れるまで待ってよというようなことになってしまいます。そうなってしまわないために、まあくどくどと申し上げるんですけど、やはり査定の金額をよく十分理解しておくっていうのは重要で、ここの金額ですね、この金額を十分理解しておくことで、まあ、一番売り主さんにとってベストな選択、タイミングでの選択をするような材料となるということになりますので、価格交渉が入ってきた時にはですね、最初に聞いたこの査定金額、8割9割で売れる金額っていうのがじゃあいくらだったのかというのを、まあ、聞いてても忘れちゃうんですよね、売り主さんとしては。まあ、高い金額売れたらこっちの方が、この金額聞いてたとしても、後から聞まあ、ちょっと欲張って出してみましょうかって言った金額が頭にこびりついちゃって、こっちの金額にいつの間にか書き換えられちゃうんですよね。まあ、だから、まあ、この金額をいつまでも頭の中で覚えておけないのであれば、どっかまあメモ帳かなんかでもいいですから、まあ、媒介契約書でもいいですから、まあ、メモ書きしておくと、この金額が8割9割であるというふうにちょっとした工夫しておくだけで、この金額っていうのがまあ認識がされるので、じゃあ入ってきた金額がその比べてどうかという判断ができますので、そういうような形で、価格交渉が入った時には考えていただきたいと思います。以上となります。ありがとうございました。